ニトルフラゾンは、ニトルフラン系合成抗菌剤の一種、ニトルフラールとも呼ばれる。常温では、黄色の粉末で、融点は、摂氏244度。水にはごくわずかに溶ける。観賞魚などの動物用医薬品として使用されるが、発芽性を示す試験結果があることから、食用動物への使用は日本をはじめとする多くの国で禁止されている。 日本の法令では、食品において、不検出とされる、農薬等の成分である物質に指定され、1日、摂取許容量は定められていない。分析には、代謝生成物であるセミカルバジドを対象とするが、食品容器の添加剤に由来するケースもある。また、ニトルフラゾンのセミカルバジドをグアニジンに置換して、水溶性を高めたグアノフラシンが1950年に、 点眼剤として認可されたが、メス周辺の白斑が多数発生したため、翌1951年に自主回収の上発売禁止となった。中国製医薬品の中には、点尾薬として使用されている場合もある。国際眼研究機関は、ニトルフラゾンの発眼性について、グループ3に分類している。メスのマウスに1 4ラムキログラム体重、日コン餌を投与した実験では、 卵巣の萎縮や卵巣の両性混合腫瘍の増加が見られた。メスのラットに1 1ログラム体重、日混サの投与では、乳腺繊維選手の増加が認められた。急性毒性は、ラットへの復腔内投与で、最小致死量1 5 0ログラム、マウスへの蛍光投与で、半数致死量1 6 7ログラムであった。数のように、 ニトルフランとセミカルバゾーンから合成される。ありがとうございます。